公共局第6番編歩短調作品111は、セルゲイプロコフィエフが1947年に作曲した山岳賞からなる6番目の公共局である。1945年1月に公共局第5番が初演された翌年の1946年から1947年にかけて、モスクワ西部のニコリーナゴーラという村の別荘で、 次第に重くなる病と戦いながら作曲した。初演に際してプロコフィエフはこの曲について、こう解説した。また、プロコフィエフの伝記を書いたイスラエルネスティエフとの談話において、プロコフィエフは戦争の影響を打ち明けている。戦争の悲劇と犠牲を内面的に描き、難解で密度の高い作品となっている。友人のミャスコフスキーはこの曲について、3度聴くまで。 理解できなかったことを告白している。初演では成功を収めた本作品だが、1948年になると時代の不批判にさらされることになり、形式主義的過ちを犯した作品とのレッテルを腹で長い間演奏される機会を失うことになった。1947年10月11日にレニングラードでムラビンスキーの指揮によって行われた。ムラビンスキーが プロコフィエフの新作初演をしたのは、この時が初めてだった。三楽章から構成され、演奏時間は約40分から45分。変補短調、8分の6拍子、そなた形式。変異長調,調、4分の4拍子、そなた形式。変補長調、4分の2拍子、そなた形式。ピッコロ、フルートに、オーボエに、イングリッシュホルン、小クラリネット、 クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、コントラファゴト、フォルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、トライアングル、ウッドブロック、タンバリン、小太鼓、シンバル、大太鼓、タムタム、ピアノ、ハープ、チェレスタ、ゲンゴブ。ありがとうございます。